どうも高木です。こちらの本ですね。ギャンブル障害の治療、治療者向けガイド、認知行動療法にはアプローチって本なんですけど、この中に自己隔離プログラムっていう業者がやるべきそういうギャンブル依存症者向けのプログラムってあるんですけど、これ何かっていうと、さあこの中にカジノの例が載ってて、施設のセキュリティサービスにそういう自己隔離プログラムのためのフォームっていうの、そういう用紙があって、そこにサインをする、受けますか受けませんかみたいな、で受けますっていうことをサインすると、まず顔写真が、まあ、パシャってね撮られる。でその撮られたリストっていうのが警備員の人によって作られ、でその警備員の人が作られて、そのリストっていうのは警備員の人たちに配られる、で覚えてもらう、でそのいうね覚えてもらったリスト、それによってまあ日本で言えば競馬とかヨットレースとかね、そういう合法ギャンブルになりますよね。その会場に入ろうとした時に、あこの人リストに載ってた人だっていうふうに警備員がピンってね分かった瞬間に、あなたは入っちゃいけませんよって咎める。だけどおそらくなんだろう、アメリカみたいなね、海外とかだと警備の人たちのね力って強いですよ。日本だと警察の力って強いですよね。だから警察と、日本の場合警察と警備員で、警察の方が圧倒的に強いせいで、まあ、警備員っていうのは、ね、一般的国民の地位よりも下なんですよ、力がね。だからどうしても日本の警備員の権力力ではこのプログラムは難しいなっていうのが今の現状なんですけど、だからこそこういうのは多分警察が向くべきではないかなって思ったりするわけですけどね。で多くのギャンブル障害者は、障害患者がカジノへ行くことを諦めることができるっていうふうに書いてあります。もし自己隔離を行ったとしたら、自己隔離契約の終了と同時に掛け割りへ向かって走るに違いない と主張するでしょう。実際のところ自己隔離は一見荒療治に見えますが、それはギャンブル障害管理のための強いツールとなる場合が多々あります。それは頼もしい味方になり、ギャンブル障害管理は自分の思考を修正するためのより良い方法を体得するまでの間、自分を守ってくれる強力な武器になるっていう、まあ、だからこそまあ私たちその合法ギャンブル利用する側と、特にオーナー側ね、ギャンブルというサービスを提供するオーナー側もこういうね本を読んで考えておいた方がいいだろうし、むしろいやそれをやることが義務だと思うので読んでみてくださいね。それでは。